はい。やりたいことを全部やる人生。そうですね。やっぱりね、生きてきて、結局は人は死ぬんですよね。どんなことをやっても結局最後は死んでしまいます。で、えー、死ぬ時って多少なり意識があると思うんですよ。振り返って、やり残したこととかね、えー。多分ね、誰でもあると思います、うん。だけどもう人生って終わっていくんですよで。次の生まれ変わった人生はっていうふうに後悔するよりも、あ、次生まれ変わっても特にやることないなぁと。 もし生まれ変わりがあるんだったら生まれ変わってからそれからやり尽くすべきことをまた探さないといけないなみたいなねでなるべくならやり残したことがないような人生を送りたいと思いますでそういうふうに私はね日々想像してるんですよ今日が私の人生の最後の日だとしてもあのどういうものが心残りかなとかね今思えば、まあ、自分のねまだ息子に会えてないことかなと思います一つはねうんまあでもそういうふうに新しい、えー、欲求ってのが出てくるんですよね でも、今、自分、久保哲郎という人生を歩んできて、えー、こう、好奇心を持ってしまったことっていうのは、大抵達してきたかなと思うんですよ。まあ、私のね、好奇心を感じる範囲が、非常に狭いんで、いとも答えやすく、すべてが実現できたのかもしれませんけども。 やっぱりね視点がもっともっと広い方っていうのはやり尽くせないぐらい自分の人生を見てると思うんですよ。私の場合はね狭い範囲で生きてますんで大したことをせずに全部やりきってみたいな気持ちになってますけどもね、まあ、その一つがネットビジネスで一山当てるみたいなねだからビジネスマンとしてやっぱり一流になってみたいなっていうのを思ったわけですよで私が今一流かどうか分かりませんけども、まあ、たった一人でねあのインターネットってメディアを使って多くの方とつながることができた。 っていうことを考えるとまあまああのどっかのね会社に勤めてるよりもありがたい人生を送らせていただいてるんじゃないかなと感じる部分はありますでこの動画を発信すればやっぱりね見てくださる方もいてやっぱり関心を寄せてくださる方もいるっていうのかなそういうところとかねあと私が出るたんびに叩くために見る人もいるんですよ今でもこんな少ない再生数なのに私のことを叩きたくって で常にチェックしてる方とかね私が何かね SNS で発信したらそれについて何か持論を展開してきて私が悪人だよみたいなオチを,をつけるみたいなねそんなね一生懸命頭を使ってくださる方もいるんですよ。で私に対して頭を使ってくださって本当にね申し訳ないんですけどもきっとそういう頭のいい方は私に関わるよりももっともっといい世界に行けると思うんでそっちの方にね行けばいいのになぁと思うんですけど行かないってことは多分私とね気が合うんですよねきっとね。だから私が発信しなくなったらその方も発信することがなくなっちゃうんである意味持ち もたれず共存共栄なのかなというふうに私はね、えー、アンチテーゼアンチでね私を叩いてくださる方に対してもちょっとしたね友情みたいなのを感じるんですよ言ってみればね「ジョジョの奇妙な冒険」のジョセフ・ジョースターとディオみたいな関係であってね <laughs> まあなんかちょっと違うかもしれませんけども、うん、いろいろと思うところありますよね、えーうん、まあやっぱりねあの思ったことをやる人生やりたいことをやる人生皆さんねやっぱり送りたいと思うんですよでもやっぱりな例えばねあの例えば40歳ぐらいの女性が あの10代の女の子のコスプレしようと思っても、人目を気にしてできなかったりするんですよ。だから、あのコミケみたいなところがあって、そこで思う存分演じてください。とか、あのなんかやってみたとかね。歌ってみたみたいなものが流行って、そこに乗っかるっていう方もいて、自己表現する場っていうのが、私たちは結構見つけられるようになったんですよね。で、そこで次の問題は何かっていうと勇気は出たけども。 それに対して投じるお金がないといと問題があると思います、えー、例えばコミケに行くにもお金がかかります、旅費もかかりますし、宿泊もかかりますし、コスプレしようと思ったら、自分のね衣装を買うお金もかかってきますし、自分が衣装を作れなかったら誰かに頼まないといけないんですよ。オーダーメイドは結構ね、何万かしますんで、うなかなかね、一回国旗のためにはあ、お金使えなかったりすると思います。で、私が最近買ったナイト2000なんてのは、やっぱりね、1000万級のお金がいるわけですよ。そうなると、演じたくても演じれないっていう現実が、やっぱりね、金銭によって束縛され やれているる部分があると思いますでそうなると私はねお金の問題っていうのはどんな人でもやりたい人生演じたい人生があったら無視できない問題だと思うんですよだから人生はお金じゃないっていうふうに言う人が結構綺麗に聞こえますけど私はですね人生はお金じゃないっていう人は自分の人生を演じるんではなくて多分できる範囲のことで終わってしまってもったいないなっていうふうに感じる部分もあるんですよ。 でもちろんね、他の方の人生にとやかく言うつもりはありませんので、私はいつもこう思います。自分の人生に対して、これでいいのかなっていつも思ってるんですよ、うん。お金がないとかね、時間がないっていう理由で、自分の人生を生きれないんだったら、それは自分の人生じゃないじゃないかと。まあ、当たり前ですね、この言い方もやすっていうのはね、うん。だから、小さくまとまって、許される範囲で、鎖につながれて、ワンちゃんのようにね、 鎖につながれてワンちゃんが行く範囲限られてるんですよ。その中でハッピーなんですかと。確かにご飯はを与えられるし、病気になったら動物病院に連れてってもらえると。人生は安全に過ごせるけども、人生って安全に過ごすためにできてるわけじゃないんですよ。むしろね、傷ついたりとかね、えー、痛みを覚えたりするたびに私は輝くと思うんですよね。 これはいいいろんな考え方があると思いますすすけども苦痛すら喜びだっったりっていう感覚ですかねこれは別に変な趣味を指してるわけじゃなくてあの苦しみっていうのはある意味そこからね脱出,脱出してやるみたいなね憎しみっていうのとかね争いっていうのはそれを解決しようっていうエネルギーが出るんですよ反作用みたいなもんで何か自分に負担がかかったらそれを跳ねのけようっていうエネルギーが出るはずなんですよその連続で私はやってきたかなと思うんですよ欲ししいいいものがってて手にに入らなスストレスに対して向かっていくと 手に入るようになる快感も大きくなっていくとかね。だから最初から求めなければ失うものは確かに何もないですよ。うん、でそれも確かに安全でね、えー、健やかな人生だと思います。そこに対して差はないと思います。ただ私はたまたま欲しいものに対して物欲に対してものすごくね率直に感じるんですよ。欲しいと。で手に入れた時にやったって感じるんですよ。で手に入れた瞬間にどんどん色あせていくんですよ。それも知ってるんですよ。だからあの物欲には限りがないんですよ。 だから限りがない物欲に私は人生の全てをかけて挑戦していこうと思います。その物欲の中の一つに、あなたに会いたいっていうのもあるんですよ。この動画を見てくださってるあなたに会いたいと。まだまだ私の動画を見てくださってね、会えてない方がたくさんいると思います。えー、速化塾の塾生さんの中では、私は500名ほどの方にお会いしました。でも速下塾の生徒さんって1000名いるんですよ。1000名のうちまだ半分しか会えてないんですよ。残りの半分はどこに行ったんだみたいなことがありますし、私のその動画のね、 再生回数によっては数万回回ってるのもあるんですよねじゃあその数万回会ってる中の数百人にしか千人にも会ってないわけですよっていうことは世の中まだまだ広くって私のね考え方も全然良識が狭くって私が歩いていける人生歩んでいける人生もまだまだ足りないなと思いますそこで思うのがお金だけではどうにもならないっていうことですよね 私は今時間ががあありりまます。す。お金がありますでも会いたいなと思っても私に私が会いたいと思っている人が私に対して会いたいと思ってくださらなければお金があっても時間があっても無力なんですよだからそういう意味で私は人生お金じゃないなっていうふうにね今回の動画をまとめさせていただこうかと思いますそうなんですよ人っていうのは気持ちが大事なんだなっていうところがここに来て思うわけなんですよねですから私は気が合う人と結構会えるようになってきたそれだけでも幸せだなと思います今度は気が合わない人とでもね えー、なんとか会えるようになるんではないかなという意味でいろんなね気の合う接点っていうのを作る意味で2034フェスっていうのをやってきました車じゃないと車を仲介しないと会えない方にももしかしたら会えるかもしれないと久保哲郎って人間がいて私の言ってることとかやってることとかビジネスとかには興味ないんだけどもあれ久保哲郎お前なんかナイト2000なかなかセンスあるじゃんその車を選ぶなんてちょっと会いに行ってやろうか車を見るついでにお前になみたいなそれでいいんですよそういう方に私はね こののナイト2000っっっててていいうを使会えるんではないかなかと思ってますそして R34 ね今回、えー、宝塚北サービスエリアに来ますけども R34 に会うついでにナイト2 0 0 0にも会ってやろうでついでに久保哲郎も会ってやろうみたいなねそんな心の広い方もいるんではないかなと思って今回のフェスのちょっとしたね私の心の希望にしております。 それでは2034フェス、7月の22日、15時あたりからなんとなく始ま,始まるっていうかね、開始も、開始の宣言も何もないですよ。ただ車が並んで、おどうだった最近どうみたいな、暑いよねみたいな感じで語ってて、おお、どうもどうもみたいな感じでやるだけですからね。まあ本当にね、ゆるーくゆるーくやっておりますんで、えー、気軽にね、声をかけさせていただきたいと思います。私はですね、あのー、動画を見てくださってる方の,方の顔がわかりませんので、申し訳ないですけども、あのー、皆さんの方からね、声をかけてくださって、 初めてなんですよわかるのがこれ日本全国どこのオフ会行ってもそうなんですけども私はですねこうやって表現してるんで知られてる部分がありますけども私は視聴者さんのね顔が分かりませんので是 <laughs> 非ねすいませんけども声をかけにくいかもしれませんけども声をかけてきていただけたらありがたいなと思いますではよろししくお願いします。